ユウノエアさんですありがとうございますカブ、えー、さん今日は晴れました蒸し、えー、暑いです港いいですねでも海は髪の毛が千代潮になりますね、えー、最初に出てきた花のツリーみたいなのが綺麗ですね、えー、これはブルージュだったと思うんですけどあとペラペラヨメナって名前が気になりましたねこの花は多分 えー、初めて撮影しましたね。うん。前から気になっていたんですが、なんかひな軸みたいな花でしたね。うん。えー、レモンみかんさんありがとうございます。えー、アジサイの花つきがたくさん。日本のアジサイも品種改良が多様ですが、 濃い赤紫色のアジサイはヨーロッパ初の開業かなということみたいですね、えー、港の壁の隙間にこんなところに結構花が咲いてますそう,そうなんですよまさに無視される普段は気にしない無視される植物なんですけどあんなところにですねあんな本当に隙間からですね生えてますね、うん、種が飛んでいってたんでしょうかね えー、カモミールやフジワカマの仲間、ヤコブボロジクにはハチがいっぱい、ミヤコグサもいいですね、うん。やっぱり夏は黄色や白い花は爽やかです。海風に揺れて気持ちよさそうです。えー、カブくん、えー、ちは最近、天気ですね。あかなりそうです、ね、ずっとここのところは晴れが続いています。ただ気温が20度前後で過ごしやすい感じなんですちょっと肌寒いですね。 うん、ただ、あさって以降25度を超えてくるので、気温がかなり暑くなると思いますね。うん、神奈川は毎日晴れ時々曇り、晴れ一時曇りということみたいです。トラブルに乗って降りた駅、家がない、続きを待ってます。はい、ということなんですけど、ちょっとね、このね、降りたえ、あのー、街なんですけど、ちょっとね、不思議な街なんですよね。うん、あの、えっとね、続きの動画をね、あのー あの紹介しようかなと思いますと少々お待ちいただけると嬉しいですねはいあそして言うのや,やさん株さんフランスに逃げた人っていうのは広行さんのことですよということなんですけどなぜ逃げたということなんでしょうかねなんかお金の問題だ でしょうかね裁判裁判の関係ですかね。ねあんなお金持ってるのにねあの出せばいいのになってちょっと思うんですけど、だかられたのかそれともメディアに終わりすぎて逃げた,たっていうことですかね。うんはいえー、そして、熱海洋子さんありがとうございます。株君くんこんばんは、えー。新潟は警察だらけで大変です。大物がいらっしゃったのでということみたいですね。 えっと、多分これは、あの、選挙の関係かなとは思うんですけど、ということは多分あの件、昨日の件で、あれでしょうかね、やっぱ相当警備が厳しくなったんでしょうかね。うん。癒やしの動画ありがとうございます。カモミール、良いですね。紅茶にしても美味しいし、そうです。カモミール、花可愛いですね。あの、花粉のところだけ盛り上がってて、不思議な感じのね、えー、お花でございます。えっと、フィギュアスケートのね、速報入ってるので、 あの後でちょっとまたま読んでいこうかなと思うんですけど、えー、マリリンさんです。ありがとうございます。マリリンって誰アメリカに住んでいた時き、アパートメントのオーナーに、えー、職場の友人のところに猫が子猫を産んだのでもらってほしいということですね。でその友人宅を訪ねると 4匹の子猫の売れ残りの1匹を飼うこととなりました。子、え、馬、ー、のようなグレートデント、その子猫は遊んでもらっていました。売れ残りの子猫ちゃん、白黒の八割れ、えー、片側のほっぺに黒い点があります。ちょっとブスコちゃん、せめて可愛い名前だけでとも、えー、マレリン・モンローから取ってマレリンと名前を付けました。えー、これが大失敗、えー。名前は発音できない。R と L が 続きますカブ君言っていたよねマリリンじゃなくてマリリンですって、うん、あのマリリン選手とかぶっ,ってしまってですね、うん、この猫がのマリリンがスカンクと大激闘ということなんですけどスカンクって動物ですよねマリリンのンクの白黒大きさが同じぐらい動きが速すぎどっちがマリリンか スカンクか,分かりませんスカンクってめっちゃ臭いんですよね。うん、スカンクっていうぐらいですから、はい。でも無償で追い払いました。マリリンはとても強くて、えー、美猫でいいのかなになり、私のアメリカ生活の精神的支えでした。おかげでマリリンも発音できるようになり、最愛の猫となりました。ということです。ということはマリリンさんは猫さんの名前だったんですね。なるほど。 サラカじさんありがとうございます。えー、動画の冒頭でアジサイが登場していましたが、日本でも見ごろですね、えー。梅雨明けはしましたが、まだ枯れていません。あ、なるほど。 まだ大丈夫ということですね。まだ6月ぐらいが見頃になるかと思っていたんですが、まだ咲いているということみたいですね。港のそばにも花が咲いているんですね。確か、潮風は植物にとってはあまり良くないという話を聞いたことがありますが、それでも凛と咲いているとなると、この花は生命力がかなりあるのかもしれませんねあの多分ね。 あの海岸性の植物ってちょっと変わってくるかなと思うんですけどあのよくヤコブ・ボロジクを僕は見つけるんですけどこれはですね一方まあその何て言うんでしょうかね海岸特有の植物で海岸にしかない植物とかね、うん、結構あるみたいなんですが、えー、まあ海岸には適さない植物とかも結構あるので周囲によって分けられてるのかなっていう感じはあるかもしれませんね。 ただカモビールとかはちょっとわかんないですね。なぜあるのかっていうのが、ね。動画の終盤で出てきたトラムは、コーストトラム、ベルギー沿岸軌道ですかあ、そうですよ。うん、多分そうだと思いますね。えー、調べてみましたが、フランスとの国境の町からオスタンドを経由し、オランダとの国境を結ぶ、えー、ライトレール路線の単一路線としては、世界一長い総延長6 7キロの路線とのことです。あ ったんですなるほど。全然知らないで僕乗ってましたね、うん。オランダのには僕は一度も言ったことないんですけど、あのー、オランダとの国境ってことは多分、クノックとかでしょうかね、うん。停留所がこまめに設定されているようですね。ほぼ 1km に1停留所があり、路線バスみたいですねということですね。うん。なんか、うん。まあ結構止まってる気はしますね、確かに。はい。うん。 ただあの、オースタンドよりもクノック側の方、まあ、クノックはすごいリッチなんですけど、途中は結構、ね、若,若い人が多いですね。一方、オースタンドからフランス側の方は少しこう年,齢が年齢層が上がるので、まあ、少しそういった違いがあるかなと思いますね。で今回訪れたところがちょっと不思議な街で、まあ、街には行ってないんですけど、まあ、そこがちょっと夏になると怪しい雰囲気になるところなんですよね。 今度お話ししようかなと思うんですけどもね。はいというわけで、えっとこれ以降は、えー、ちょっとあもう一つ、空海さんよろしくお願いします。えー、宮,宮城に引っ越す前まで、御田川で毎年のように花見をしていたんで、えー、当時は当たり前でしたが、今は懐かしいですね。都内には今でも比較的頻繁に行くものの、桜が満開になる3月下旬から4月上旬に都内に行くことがなかったので、えなかったので、 引っ越した後は、引っ越し後はまだ行けてないですね。引っ越し直前の2010年3月から4月は見ることができました。鶴見川は歩いたことがありませんが、実は鶴見川も源流は町田市です。恩田川以外でもえ境川を散歩したこともがあります。えー 世界側も散歩したことがあります、えー、三宅県に来たら牛タンを食べたいという声は皆さんほぼ苦痛をするとおっしゃいます、えー、店も結構あるので迷うかもしれません、えー、ちなみに都内にも食べ食べることができるところはあります 鉄道守備の友人の方と新宿で食べたこともあります。あと、あまり知られていませんが、個人的に仙台牛もおすすめしますということですね。なるほど。仙台牛の和牛を使った駅弁や、自宅での焼肉で食べたことはありますが、柔らかくておいしいそうですよ。山形の米沢牛と合わせておすすめですというあ、そうなんですね。えー、なるほど近県の、えー。隣の県の山形は、 林県ですね。は、まあ、米沢牛以外に山形の肉そばがおすすめですということみたいですね。肉そばっていうのがあるんですね。冷たいそばで、だしの味が独特です。これはちょっと食べてみたいです、えー。そばなんてもうほぼ5年ぐらいはもう食べてないんじゃないかな。うどんも含めて、うどんも食べてないですね。もう大好きなんですけど、歯ごたえのある、えー 鶏肉を使用し,て使用しますえとりあえず、南東北3県おすすめの食べ物を少し紹介してみました。ああ、いいですね。そばもちょっと食べたいですね。うん。あと、天ぷらが食べたい。この前ね、ブルージュで天ぷらた買ったんですけど、もう本当に失格でしたからね。なので、まあ、ちょっと天ぷらとかね、そばとかうどんとかちょっと食べたいですね。うん。この肉そば程度は初めて知りましたね。 えそして、ますみさんありがとうございます。えー、か君くんお散歩いいですね。カモミール大好きです。えー、香りもカモミールティーも好きです。カモミールに出る、飲むとなんか心が穏やかになりますので、ね、僕はよくあの入院してる時カモミールによく出会ってましたけど、えー、結構落ち着きますね。うん。まあ本当にカモミールのせいだったのかどうかわかりませんけど、マーガレット、ノースポール、カモミールは似てます。えー、違いを調べてみたら、マーガレットは、 花茎、えー、が5センチくらいで大きくて、えー、ノースポールはそれよりも小さくて花茎が2から3センチでしたれども低い、えー、カモミールは真ん中の黄色るところの筒状、えー、下が一番大きく飛び出ていて花びらが反り返っているようでなんかね不思議な感じですよ、うん、カモミールはなんかねマーガレットとかみたいなやつはちょっとこうなんだろう花粉のとこが普通に平らなんですけどカモミールはなんか,なんかもっこりしてるんですね うん、不思議な感じですね。うん。なので、結構なんか分かりやすいですけどね。ただ、マーガレットと、ちょっと他の花が、えー、意外と分かりづらかったりするっていうのがね、ちょっとあるんですけどね。うん。葉っぱの形も上の2つと異なります。えー、マーガレットとノースポールは強烈なチーズに例えられる、例えられる悪臭化します、えー。カモビールは連合に例える効果です。ということですね。なるほど。 じゃあ今度はマーガレットの匂い噛んでみようかな。うん。ノースポールマーガレットは今回はまだ見てないんですけど、ちょっと、まあ、今後もしかしたら見るかもしれませんね。他にね、なんか、あの、いろんななんか、えっと、聞く、まあ、マーガレットに似てるやつも結構あるんで、また出てくるかもしれませんね。うん。またちょっと、そしたらね、えっと、発表しようと思うんですけどね。うん。はい。というわけで、えー、一旦これ、止めていきます。